ハンス・ヘルマン・フォンカって、ハンス・ヘルマン・フォンカっては、プロイセン軍の軍人で、王太子、フリードリヒの親友にして側近であった。1729年に、フリードリヒの母方のハノーバーさが治めるイギリス、逃亡を手助けしようとした罪で、翌年斬首刑になった。かっての裁判をめぐっては一審で、無期懲役の判決が出たが、王太子の父であるフリードリヒ・ビルヘルム一世が、 控訴して二審で死刑判決が出された。当時のプロイセンは進んだ司法制度を持ち、ヨーロッパで唯一司法と政治が独立していた国であったが、国王からこの世から勝手が一人消えるか、司法が消えるか、どちらが良いかと判事が脅迫されて死刑判決を出したと言われている。処刑される勝手とそれを見届ける王大使、フリードリヒカっては、 大大使が監禁されているキストリンの塔の傍らで処刑され、その様子は後世まで語り草になり、多くの小説、女子誌、ドラマ、舞台作品などに登場している。大大使が、勝手よ、この私を許してくれ。と、房の窓から叫ぶと、勝手は、私は、殿下のために喜んで死にますと、商用し、大大使の目の前で斬首に処せられたという。王太子は、 その処刑を窓から見ているよう不要から強制されたが静止できぬまま失神した。か手ての遺書には私は国王陛下をお恨み申し上げません。殿下は今まで道理父上と母上を敬い、一刻も早く和解なさいますようにと書かれていたと伝えられている。か手ての首をはねた処刑人の剣は勝っての剣と呼ばれ、 ブランデンブルクアンデアハーフェルに現存している。ありがとうございます。